オブジェクト指向とは現実世界のものを抽象化してクラスを設計・開発するという手法の一つですクラス同士を連携させながら柔軟で拡張性のあるシステムを構築しますオブジェクト指向でシステムを設計する際にはまずシステムに登場する人や物を想像しますその登場人物アクターにはどんな状態を保持する必要があってどんな挙動をするかを考えるのです例えば人の例だと名前や年齢歩くなどです この名前や年齢のことを属性と言います値や状態を保持するものでプログラムではクラスのフィールドにあたります歩くのような挙動のことは操作つまりメソッドと言いますこれはそのクラスのオブジェクトに対する命令のことです具体例としてパーソンクラスではネイムとエイジがフィールドウォークがメソッドになりますショッピングサイトをオブジェクト思向で設計する例では登場人物として出品者と購入者そして商品やレビューといったものが考えられます この図はクラスの連携を示していますが少しずつ部品を具現化しながらシステムを作って連携させていくことをオブジェクト思考と言います実際にプログラムで連携させていくにはクラスを実体化する必要がありますオブジェクト思考には3つの主な特徴があります1つ目はカプセル化で外から見て複雑でない状態を作ることです2つ目は軽承で親クラスの機能を子クラスが引き継ぐことです3つ目はポリモーフィズム多体性で呼び出し方は共通化するが実際の振る舞いはクラスごとに変化させることです クラスとはシステムで動くものの設計図のことで属性と操作を持っていますフィールドとは属性のことですクラスの直下に宣言された変数を指しますパーソンクラスの例ではネームとエイジがフィールドにあたりこれらはインスタンス変数と呼ばれますローカル変数とはスコープ有効範囲が異なりますメソッドとは操作のことですクラス内に書かれた命令文のことでウォークメソッドがその役割を果たします オブジェクトとはクラスのの設計図を実体化したものです。クラスは設計図などでそのままではコンピューター上で動きませんクラスからオブジェクトを生成することをインスタンス化といいニュー演算子を使います例えばパーソンパーソンイコールニューパーソンと記述することでパーソンクラスのインスタンスが生成されますパーソンイコールパーソンというコートはまずスタック領域にパーソンという変数の箱が作られます 次に、ニューパーソンイコールによって、ヒープ領域にパーソンの実体が作られ、変数パーソンから参照されるようになります。実体化して初めて使えるようになるため、パーソン .name=" 佐藤」で名前が保存され、パーソン .age="38" で年齢が保存されます。そして、パーソン .walk とすることで、38歳の佐藤さんが歩き始めるということになります。 このようにネームエイジフィールドやウォークメソッドはクラスを実体化して初めて使えるものになるということを示しています。